ウサギ粘液種に感染したヨーロッパアナウサギと粘液種とはミクソーマウイルス感染を原因とするウサギの感染症。日本では家畜伝染病予防法において届けで伝染病に指定されており、対象動物はウサギミクソーマウイルスはポックスウイルスかレポリポックスウイルス、属に属する DNA ウイルス。主にウサギのみより媒介されるが、 他の接触動物も、ベクターとなる。症状は、発熱、血膜眼検炎、鼻、耳、肛門、生殖器周辺の粘膜と皮膚の境界部皮下に、ゼラチン様主流を形成する。死亡率はほぼ100%であり、発症後2週間前後で死亡する。治療法はない。ウサギ粘液種は、ミクソーマウイルスの感染により発症し、アナウサギの罹患率及び、致死率が、 とても高い感染症である。イギリスでは稀にヤブのウサギやユキウサギに感染することもあるが、その個体数に与える影響はほとんどない。ミクソウーマウイルスの本来の生息地は中南米で、中南米に生息するワタオウサギ族のウサギの間に感染が広がっているが、彼らはミクソウーマウイルスに対する免疫を持っており、感染した部位が一時的に腫れるだけである。しかし、 ヨーロッパのアナウサギには致命的な影響を与える。ミクソウーマウイルスの媒介は主にウサギの実による交渉によって行われる。ミクソウーマウイルスに感染したウサギは感染から1週間以内に症状が出始め、それから数日後にはまぶたや鼻、耳などが脳で腫れ上がり、目も開けられず耳も聞こえない状態となり、感染後11から15日で死に至る。 イギリスにおけるウサギ粘液種によるアナウサギの致死率とアナウサギのミクソーマウイルスに対する免疫、体制について説明する。アナウサギがミクソーマウイルスに感染しと粘液種が発症した場合、その致死率は非常に高く、1953年にイギリスに初めてミクソーマウイルスが導入された時の致死率は99.99% 99であった。しかし、 感染しても生き残ったわずか0.01%のアナウサギはミクソーマウイルス対する免疫を獲得し、異国年益種に侵されることはない。この免疫は妊娠中のアナウサギから胎児のアナウサギへ受け継がれたと推察される。生まれた幼獣のウサギの免疫は長くは続かないと考えられるが、その幼獣が免疫が有効である。期間内にミクソウマウイルスに感染すると新たに免疫を 獲得することができる。また、ミクソウーマウイルスはそれ自身が変化し、毒性の弱いミクソウーマウイルスは、宿主のアナウサギが死に至る前に、新しい宿主に移り、勢力を広げることができた。弱毒化したミクソウーマウイルスによるウサギ粘液種に、罹患したアナウサギの致死率は70から95%で、ある。1970年代には、 アナウサギがミクソーマウイルスに対する耐性を遺伝的に獲得するようになり弱毒性のミクソーマウイルスは衰退しより強い毒性を持つミクソーマウイルスが対等するようになるアナウサギの耐性強化とミクソーマウイルスの毒性強化のいたちごっこになるがミクソーマウイルスが中南米のワタウサギ族のウサギに与えている影響と同程度の影響を アナウサギに与える状態に落ち着くと考えられる。1980年代ではミクソーマウイルスに感染したアナウサギの致死率は40から60%である。オーストラリアにおけるウサギ粘液種によるアナウサギの致死率とアナウサギのミクソーマウイルスに対する免疫、体制について説明する。オーストラリアでは1950年にアナウサギを駆除するためにミクソーマウイルスを導入する。 1950年当時は、ウサギ粘液種によるアナウサギの致死率は99%であった。しかし数年後にはミクソーマウイルスが変化して弱毒化し、またアナウサギもミクソーマウイルスに対する体制を獲得するようになったため致死率は50%まで下がる。ミクソーマウイルスは自分自身が生き延びるために宿主であるアナウサギを生かす必要があり、 そのために弱毒化したと考えられる。ウサギ粘液種の病原体であるミクソーマウイルスは生物農薬として使用される。イギリスにおけるミクソーマウイルスを用いたアナウサギの駆除について説明する。アナウサギはイギリス固有種ではなく12世紀に十字軍によってイギリスに移入されたと考えられている。アナウサギは貴族の夫人たちの狩猟対象動物として人気があった。穴ウサギ狩りは イノシシ狩りのような危険を伴わず、貴婦人たちにはちょうど良い動物で、エリザベス一世をはじめとして、貴族の間でアナウサギが飼育されていた。また、狩りのような娯楽目的以外に、食肉として、毛皮としての資産価値もあった。アナウサギの飼育は、屋外で土地を土手や石垣で囲んだ、区画内で行われ、管理人が密漁者や捕食獣の侵入を防いでいた。18世紀まで、 穴ナウサギは、経済上重要な位置づけがなされていたが、小麦と羊毛の価格が上昇すると、穴ナウサギ牧場が取り壊されて小麦畑と羊牧場に変わり、穴ナウサギの野生化が始まる。土地を所有する貴族が、穴ナウサギや生地などを、狩猟対象動物として重視し、彼らの天敵となる捕食獣の数を調整していたために野生化した穴ナウサギの数が激増し、19世紀後期には、 農作物に被害が発生するようになる。アナウサギの被害を食い止めるために畑に柵を設置したり、アナウサギ狩りを行ったが、効果はなかった。そして1953年9月に、ウサギ粘液種によるアナウサギ駆除方法が導入される。ミックスオーマウイルスは人為的にイギリスに移入され、1955年にはイギリス全土に普及し、 野生アナウサギの99%以上が死滅し、1956年にはアナウサギの総数が最低値になる。1954年にはミクソーマウイルスを意図的に野生アナウサギに感染させることが禁止され、ウサギ粘液臭ウイルスの感染を阻止するための方策が実施された。ウサギ粘液種によって絶滅に瀕した野生アナウサギであったが、九百六十年代に 個体数が増加し始める。アナウサギがミクスオーマウイルスに対する免疫を持つようになったからである。1980年代には野生アナウサギの個体数はミクスオーマウイルス導入以前の約20%まで戻ったと推察されている。オーストラリアにおけるミクスオーマウイルスを用いたアナウサギの駆除について説明する。オーストラリアへのアナウサギの移入は1788年に イギリスの艦隊によって行われた。確実な記録として残っているものによると、1859年に、ビクトリア州の農場に、イギリスから移入した24匹である。この24匹は、繁殖により急増し、6年後の1865年には2万匹のアナウサギが捕殺された。また、生息地域も拡大し、オーストラリアの生態系と農業に、 大きな打撃を与えるようになったため、害獣として扱われるようになる。1900年時点ではすでにアナウサギの勢力を抑えることができない状態になっていた。アナウサギ防御対策として柵が設置され、1940年代から1950年代にかけてトラクターを数千台投入して、アナウサギの巣穴つぶしを行った。その後ミクソーマウイルスを導入するが、 イギリスと同様にミクソーマウイルスの毒性の変化とアナウサギのミクソーマウイルスへの体制強化によるいたちごっこになってウサギ粘液種による致死率が下がり現在も人とアナウサギとの攻防が続いているウェブサイト出版物ありがとうございます